おお。あ、そうだね。どうしたら。全然見えへん、やばいな。あれ？何も見えないです。気にしろ。いや、初めてです。もちろんないです。見たことあります。見たことある。なんか見ただけやったらできるのかなって感じなんですけど、今だから目つむりながらやるのとこれつけながらやるの全然違うと思うんで。見てる感じなんかすごい簡単そうにやってるんで、けど今これつけたらほんまに何も見えないんで、できるか不安です。結構意外と。困ってたら行きます。できてしまった。ドリブル結構難しい。5秒以内に行くわ。無理っす。一回離れたらめっちゃ難しい。もう一回離れたら分からん。距離感も全然分からん。
ちゃいました。ほんまになかったっす。最初の方全部カットしてもらってください。めちゃくちゃ難しいです。見えないんで、ドリブルとかボールタッチ止まってたらできるんですけど、動いてたらほんまにわかんないです。で、あれをもっとスピードアップするってなったら、もう絶対無理ですね。ほんまにすごいです。いやー、これもケンシロウと一緒ですけど、やっぱ止まってる時と動いてる時と全然違うんで、ボールタッチは、まあ、なんとかできたんですけど、ドリブルだとかスピード上げてドリブルだったり、あとは助走つけて蹴るのが何より難しかったんで、いや難しかったです。でもなんかちょっと興味出たな。 YouTube とか動画でちょっと試合見てみようかなと思います。応援してます。左。